3、はい、明けましておめでとうございます。3、はい、久しぶりに言いました。スノービームゴーダウン、スノービームゴーダウン、今年も1年よろしくお願いいたします。します。2019年はね、スタートした年です。スタートした年、4月からだったの で、うん、そうです。最初のまあ3ヶ月はいないんですけれど、うん、とうとう2020年は丸々1年間ね、始まるっていう次の成長の年になるわけですよ。やれるかな。そう、あのなぜかっていうと、いつもお伝えしているモスコン学院特別演奏コースなんですけれど、2020年ついに20周年記念を迎えます。なので2020年はモスコン学院特別演奏コースのイベントが盛りだくさんです。そうなんです、はい、だからここでもいっぱい宣伝していくというかね、うん、このコンサートありますよ、うん、これがありますよって言っていくと思うので、うん、ちょっとチェックしといてもらえたらなと思います。 そうですね、それにあたり我々も消えたりする時が時々ね、もしかしたらあるかもしれないですね。できる限りね、 YouTube でもいろんなレッスン動画とかロシア語動画を上げていけたらなと思うので、うん、そうですね、ぜひあのチャンネル登録をして、あのベルが鳴るようにあのもう一回押してもらってでお待ちいただけたらなと思います。はい、ゆこさんの2020年の抱負は。あ、でも2020年はもうこれしかないですよ。何ですか。全国区でモスクワコースの名前が知れ渡るように努力する。確かにそうですね。そう、うんうん、単純に知らない人が多分多いんですよ。そうなんですよね。2020年は20周年なので、うん、我々今まで20年かけて培ってきたもの、卒業生たち、うん、いろんなものを駆使して、うん、あのこのチャンネルを通して、うん、さらにコンサートなどを通してモスクワコースの、ね、名を全国区にします。うん、頑張りましょう。ゆきちゃん、何ですか2020年。私の抱負ですか。私はですね、留学してから帰ってきてすぐお仕事させていただいて、そしたら気がつけば、うん、もうすでに4年目とかになってきたわけなんですけれど、はい、なんかよりロシア語力、はい、そしてピアノ力、はい、トーク力、トーク力、トーク力はもともと持ってるを底上げ、あ、底上げしていきたいなと。あ、じゃあさらに我々はフキちゃんにおんぶり抱っこっていう、なんでですか。YouTube で私と長女だったら会話にならないから会話になるじゃないですか。会話になってないです。あ、はい、何喋っていいかお互いに分かんないってことで、てんてんてんカットみたいな。そう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 。なのでこれからも YouTube はフキちゃんにおんぶり抱っこできないと思います。いや、そんなことはないですけれど、はい、いろんな技術を底上げしてさらにあのモスクワコース盛り上げていきたいなと思います。はいはい、そうですね。というわけで、あの2020年盛り上がる年ということで、盛り上がって皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。来てください。そんな感じで頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします。バカー、さよなら。ピナス2大ピアノで奏でる名曲、2020年1月13日月曜祝日2時開演です。チケットは一般2000円、学生券は1500円です。当日券は2500円でちょっとだけあの高くなるので、ぜひ皆さんお早めにご購入お願いします。チケットをご予約の方は概要欄にセルダリンクのメールアドレスを貼っておくので、ぜひそこからお問い合わせください。コンサートでお待ちしてます。